今さ、俺あの朝さ、うん、お台場のマンションでさ、うん、あの朝8時から夕方4時までさ、うん、32階建ての高層マンションを警備するみたいな、うん、で今俺と一緒に入ってる人がさ、うん、87のおじいちゃんなんだよ。なかなか高齢。ここさ1週間ぐらいずっと一緒なんだけど、毎回空襲にあった話をしてくれるんだよ、うん、中間さん、空襲にあったことありますかって。中村さんは爆風ってどういうふうに思いますか。爆弾が落とされて、うん、爆風がの中村さんに爆弾が落とされた時の対処法を教えますって言ってさ。これでもね、本当にね、うん、ためになる、そのためになるというか、あ、そうなんだって、納得できるんだ。爆風、わかる？爆弾落とされたら、まず、うん、ダーンっていう音、はい、その、そこに直撃されたらもうその近場の人はもう吹っ飛んで死んでしまうんだって、うん、けど、そこの近場にいなくても絶対やんなきゃいけないことがあるんだって、うん、それは、うん、爆風でボーンっていうとんでもない風の風力がバーンってくるから、うん、その勢いで、うん、目が飛び出てしまうんだって。だから、うん、ダーンっていう音が聞こえたらまず、うん、音で鼓膜が破れるから、うん、これを押さえるんだって、こう親指で、親指、うん、で目が飛び出ないように、うん、こういう風にやるんだって。その音が鳴った瞬間に、 それで、うん、ずっとこうやってこうその場から、うん、こう体を丸くするしかできない、動けないんだもん。そうっていうのを、うん、87のおじさんが、おじいちゃんが実演してくれんだよ、俺の前で。実演してくれんだよ。仲間さん、こうなんですっつって、うん、で、うわ、あ、それは大変、それは大変です、もうあなたたち あのおかげで、私は中3の時に、空襲に食らいまして、うん、もう本当にこのでもね、こう87年生きてきて、うん、で今こう中村さんとこう今こう戦争のことについて喋れる、この日本という国は絶対に戦争を起こしてはいけません、うん、これを中村さん、私が亡くなった時あなたが後世に伝えてください。仰せつかわされた。